現在富士通のスターティングメンバーが紹介されています。得点力のある日本代表長岡、そしてチームのキャプテン町田、元川とマッチアップすることが予想される篠崎、川村にはおそらく篠原がつくと思われます、はい、そして富士通は元川のドライブを警戒したいと話していました。さあティップオフです。さあまずは町田と三好のマッチアップ、ここまでの流れはどうなんでしょうか。ちょっとねお互いシュートを決めきれてない部分では重たい展開になってますね。あー、これでキャプテンの町田です。はい、さすがキャプテンです ね、 ね。さあここは町田です。はい、もうミートする段階でいい状態になってましたね。そうですね、はい、富士通スクリーンを使って町田引きつけて長岡スリーポイントも打てる。今度は町田がワイドオープン、来ました。よく決めましたね。札幌山の手高校のホットライン、いつもとは逆の元川のドライブ、これは外れます。さあこのペースで流れをつかみたい富士通。篠原に渡したそのディフェンスを確認したということですが、決めてきましたが最後のこのオフェンスかもしれません。スクリーンを使う三谷、中に入れた長岡、力強い、決めました。さあこちら富士通はインサイドの篠原が6得点と得点を重ねました。町田は3ポイントを含めて5得点。町田の第1クォーターはどうでしたか。自分で行くところと、どうでしょうか。ディフェンスも確認しながらお伝えしていこうと思います。町田のドライブ、そうですね、いいこと聞きました。決めていきました。今マッチアップ良かったのか、ちょっとねまた次確認して積極的に守ります。スイッチしています。スピードのミスマッチもある。中に入れた長岡、高さのミスマッチ、決めました。はい、ここは元川との高さのミスマッチができました。うまくズレをつきましたね。そうですね、今しっかりと同点です。だいぶ篠崎もそのキムさんの指導でシュートが上手くなったと話しています。ああ、今度そして元川、距離がく長岡がついている。あっと、ここは不十分。ここは町田一人旅、リードがこれで5点に広がりました。久々5点離れて、ここでタイムアウトはシャンスが流れをつかむような感じがあるので、そういった部分でこの4クォーターも大事の部分。今は全員が3ポイントが打てる布陣ですが、町田のドライブだ、うん、あーこぼれました。今はよく黒さん、はい、シュートが決まらないんでゾーンプレスができてないシャンソンですが、さらにですね、はい、今3つ、しかしそれをよく知っている富士通、あーもう手玉に取るようにパスを回します。そしてゾーンディフェンス、あーいいところに入って富士通、はい、長岡うちのワイドオープンで3ポイント、あーこれが決まらない。しかしリバウンド、長岡の強さ、しっかりボックスアウトしていました。やっとしてますね。早い展開だ、はい、長岡だ、決めた。まだ1分6秒あるって思ってやった方が、いろんなことが積極的にできると思う。富士通勝ちました。6年ぶりの決勝進出、これで9年ぶり4回。おめでとうございます。ありがとうございます。6年ぶりの決勝ということは町田さんにとっては初めてですね。はい、初めてです。どうですか。そうですね、嬉しいです今日は重たい展開のオフェンスの時間もありましたけれども、ポイントガードとしてはどんなことを考えてました。インサイドで結構狙えてたので、とりあえずインサイドにボールを集めて、そこから流れを作っていこうかなと思ってました。ディフェンスでは篠崎選手がファールトラップになって、高校の同級生だった元川選手につく時間もありました。いかがでした。そうですね、後半ちょっと結構やられちゃったんですけど、でもみんながカバーしてくれたんで良かったです。明日は JX 吉田さんもいます。いかがでしょう。いや、もうもう決勝なんで体もしんどいとは思うんですけど、もう気持ちで全力でぶつかっていこうかなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。